とみさんです。よろしくお願いいたします。寒さも厳しくなりました。このご多忙な年の瀬に皆様今日お集まりいただきましてありがとうございます。黒木ひとみです。ご自身の中で忘れられない香りのエピソードとか好きな香り、まあ、あのフレグランスの香りでもなんかお味噌とかお醤油の匂いが好きとかそういうのでもいいんですけど、なんか香りにまつわるエピソードがあったら教えていただけますでしょうか。私が一番好きなのは体育倉庫の匂いですあのコンクリートみたいなあの匂いが個人的には好きですで、香水にまつわるというか香りに関しては宝塚時代にずっとあのイヴ・サンローランのリブゴーシュというのをつけておりまして、ですからその匂いをもうないんですけどヴィンテージになっておりますけども、その匂いを嗅ぐと宝塚時代を思い出し、で辞めましたらもうその匂いともさよならしようと思って、今また新しい香水にそれ以降変えて、ずっとマダムロシアスのビザンスという香水をつけているんですけれども、それもまた廃盤になりましてヴィンテージになりましてですので、この作品を機会に次の新しい香りを選びたいなって思っております。